お聞きの放送は S. B. S. ラジオの日本語放送です。九月二十四日火曜日 S. B. S. ラジオ日本語放送ニュースです。オーストラリア人女性がクルド系民主主義団体を支持したとして。トルコ当局にテロ関連の容疑で拘束されました。 トルコのメディアによると、チーデム・アスランさん、別名レナ・アスランさんは先週、イスタンブール空港でメルボルン行きのフライトに搭乗しようとしている際に逮捕されました。アスランさんはトルコとオーストラリアの両国でテロ組織として指定されているクルディスタン労働党 PKK に関与している疑いで拘束されました。メルボルンの多文化女性健康センターは、 アスラン氏をバイリンガルの健康教育者として紹介しています。オーストラリア外務貿易省は SBS ニュースに対し、トルコで拘束されているオーストラリア人女性に対して支援を行っていると声明を発表しましたが、その詳細については明らかにしていません。イスラエルがイスラム教シーア派組織ヒズボラの拠点1000カ所以上に空爆を実施、これまで35人の子供を含む 492人が死亡、数万人が避難を余儀なくされています。ガザ地区での一連の衝突が始まって以来、最大規模となる攻撃はこれまでで最も多い死者を出しています。10月以降、国境を越えた激しい発砲が続く中、イスラエルはレバノンの市民に対し、ヒズボラが武器を保管している地域から離れるよう警告しています。レバノンの危機対応省ナッサヤシン氏は、 2万6千人以上の人々のために89位の仮設避難所が設置されたと述べています。イスラエルのネタニヤフ首相はビデオメッセージで、イスラエルの戦争はヒズボラとのものであり、レバノンの人々とのものではないと強調しました。 レバノンの人々にメッセージがありますイスラエルの戦争はあなたたちではなくヒズボラに向けられていますヒズボラは長い間あなたたちを人間の盾として利用してきました彼らはあなたのリビングルームにロケットを置きガレージにミサイルを置いていますこれらのロケットとミサイルは私たちの都市や市民を直接狙っていますヒズボラの攻撃から私たちの人々を守るためには これらの武器を排除しなければなりません。ネタニヤフ首相でした。またネタニヤフ首相はレバノン南部の住民に対し、イスラエル国防軍 IDF の避難勧告に従うよう呼びかけています。一年近くとなるハマスとの戦争でイスラエルは北部のヒズボラに焦点を移しています。ニューヨークで開催された国連総会に出席したオーストラリアのペニー・ウォン外相が、 人道支援要員の保護を強化する新たな宣言を求めました。これは今年初めにガザでオーストラリアの援助活動家、ゾミ・フランコムさんが殺害された事件を受けてのものです。総会でウォン外相は2024年は援助活動家にとってこれまでで最悪の年になる可能性があると述べました。ラルザウミ・ゾミ・フランコムさんは慈善団体ワールドセントラルキッチンとともに ガザ北部で食料や物資を届けている活動をしていましたが、4月にイスラエル軍の無人爆撃機による攻撃で、車列が襲撃され命を落としました。また、ウォン外相は、オーストラリアが援助関係者への攻撃の増加を非常に懸念していることを強調しました。 オーストラリアは人道支援活動家の保護を強化するためのリーダーたちの声にしっかりと耳を傾け、行動を開始しています。今週、私たちは閣僚と人道支援リーダーを集め、人道支援要員の保護に関する新たな宣言の策定に取り組む予定です。ウォン外相でした オーストラリア国際開発表記会によると昨年初めから450人以上の人道援助要員が殺害されておりその現状を改善するために全ての国に対し署名を求める呼びかけを行う予定ですニュースを続けます予想を上回る雇用統計の発表を受け 住宅ローンを抱える人々は、利下げを待つ時間がさらに長くなるかもしれません。コモンウェルス銀行は、オーストラリア準備銀行 RBA が政策金利のオフィシャルキャッシュレートを引き下げる時期について、予測していた11月から12月に変更、0.25%の利下げが12月に行われると予測しています。この修正は8月の失業率が4.2%と、 前の月から横ばいとなったこと、また追加された新たな雇用がエコノミストの予想をほぼ2倍上回ったことを受けてのものです。コモンウェルス銀行でオーストラリア経済部門のヘッドを務めるガレスエアード氏は雇用の伸びが引き続き強いことに加え、RBA 総裁の依然として多刊的な発言を考慮すると、金利の正常化が見られるのは12月が現実的だと述べています。 連邦政府は SNS 大手メタがティーネイジャー向けの新たな制限を発表したにもかかわらず若者のソーシャルメディア使用を禁止する計画を進めると発表しましたミシェル・ローランド通信省はインスタグラムにおけるティーネイジャーに対する制限計画があるものの禁止の必要性はいずれと変わらないとしてより広範な取り締まりが必要だと述べています現時点で具体的な禁止年齢は決まっていませんが 年齢確認の実証実験が進行中であると政府は述べていますローランド氏はスカイニュースのインタビューでこの禁止措置はインスタグラムだけに適用されるわけではないと強調しました若者がさまざまなソーシャルメディアを利用していることを理解しておりそれに対応できる包括的で適切な対策を講じたいと考えていますローランド氏でした 連邦野党ピーター・ダットン代表が昨日、オーストラリア先住民大使の役割を廃止すると提案したことについて、ムランディ・マッカーシー先住民担当省は残念であると述べました。この大使の役割は先住民の視点を外交政策に取り込み、インド太平洋地域のコミュニティとの関係を強化し、先住民貿易を支援することに焦点を当てています。 しかし、ダットン氏はこの役割について無駄であると批判しています。これは政府が昨年度、先住民大使の出張費として14万5000ドル以上を支出していたというニュースコープの報道を受けてのものです。しかし、マッカーシー氏はこの役割について次のように擁護しています。 It's important that people representing Australia, whether it's through ambassadors who reflect the needs of Australians and Australian businesses. 大使や外交官が出張する際には当然コストがかかりますしかしモハメッド大使の仕事は遠くの国々だけでなく太平洋地域フィジーやバヌワツツバルなどとのつながりを築く上で重要ですマッカーシー先住民担当省でしたグレーングレーン族出身のジャスティン・モハメド氏は昨年オーストラリア初の先住民大使に任命されています ニュースを続けます。アメリカのジョー・バイデン大統領が、アラブ首長国連邦 UAE のムハンマド大統領を招き、防衛及び戦略的な関係の強化に向けて協議が行われます。会議に先立ち、バイデン氏は UAE を前向きな国家と称賛し、人工知能やクリーンエネルギーにおいて共通の目標を持っていると述べました。 またバイデン氏はガザの紛争を終わらせるための UAE の役割も評価両首脳はこの問題について議論する予定です私たちはガザでの戦争を終わらせるための取り組みや地域の様々な問題についても話し合いますイスラエルやレバノンの最新の動向についても報告しました私のチームは相手国と常に連絡を取り合っており 人々が安全に帰宅できるような形で緊張を緩和するために取り組んでいます。大統領、私は UAE の安全保障に対するコミットメントを持っており、様々な分野についての議論を楽しみにしています。バイデン大統領でした。UAE の大統領が公式にアメリカを訪れるのは、1971年に UAE が設立されて以来初めてのことです。 続いてスポーツ、そして天気予報。まずは AFL の話題で。シーズンを通して最もフェアで優れた選手に贈られるブランローメダルにカールトンのキャプテンパトリック・クリップスが選ばれました。29歳のクリップスは記録的な数である45票を獲得し、3シーズンで2度目となるメダルを受賞。次の目標はチームを待望の AFL プレミアシップに導くことであると述べました。 クリップス氏は今年が自分にとって最も安定したシーズンであったと述べつつも、キャプテンとしてのリーダーシップはまだ進化の途中であると語りました。またコリンウッドの若手スター、ニック・ダイコスも古い記録を破り、38票で2位に入りました。最後に天気予報。お昼の時点での明日25日水曜日の天気です。パース、晴れで最高気温が24度。 アデレード、にわか雨で最高気温は19度。メルボルン、雨、次第に弱まるでしょう。最高気温は15度。ホバート、にわか雨で最高気温は14度。キャンベラ、雨で最高気温は21度。シドニー、にわか雨で最高気温は31度。ブリスベン、おおむね晴れで最高気温は26度。最後にダーウィン、時々曇りで最高気温は33度となっています。 以上九月二十四日のニュースと天気予報でした。もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。